我が魂主を讃えよ、聖なる皆を褒め讃えよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。我が魂主を讃えよ、聖なる皆を褒め讃えよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主は良いお方、主は良いお方、恵みと憐れみの冠を持って、私の衣装を良いもので満たす。主は良いお方、賛美を捧げます。You're
はようございます。私たちの救い主イエス様のお名前で礼拝を捧げていきたいと思います。詩編の32編をお開きください。また、こちらをご覧ください。詩編32編、ダビデによるマスキーラの詩を一緒に、交互にですね、交互に、読んでいきたいと思います。幸いなことよ、その尊敬を許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が我がをお認めにならず、その霊に欺きがない人は。私が黙っていたとき、私の骨は疲れき、私は一日中うめきました。昼も夜も手が私の上に重く落ちかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました、私の背きを主に告白しようと。するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました。それで敬虔な人は皆祈ります。あなたに向かってあなたがおられるうちに、大水は濁流となっても彼の心には及びません。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を囲んでくださいます。私はあなたがいる道で、あなたを教え、あなたを諭そう。あなたに夢を込め、助言を与えよう。あなた方は分別のない馬やラバのようであってはならない。靴輪や手綱、そうしたバグでシールも出なければ、それらはあなたの近くには来ない。悪しき者は心の痛みが多い。しかし主に信頼する者は、恵みがその人を囲んでいる。正しい者たち、主を喜べ、楽しめ。すべて心のすべな人たちよ、喜びの声を上げよう。アーメン。では続けて、私たちが信じていること、使徒信条を告白していきたいと思います。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を知りず。アーメン。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなのか。アーメン。では今朝の礼拝のためにお祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。こうして3月最後の聖日を、主をここで皆さんと一緒に捧げられる幸いを心からありがとうございます。あなたは私たちの救い主です。私たちを罪の中からあがない取ってくださって、イエス様の十字架による死によって私たちを許してくださいました。そして私たちはあなたから永遠の命という、神様の復活のゆえに永遠の命を与えられたものとして今生かされていることをありがとうございます。そ
して神様、私たち信仰生活の中で、いろんなことがありますけれども、聖霊様という助け主をあなたは送ってくださいました。神様、すべてのご計画、父なる神様、あなたのご計画のゆえに心からありがとうございます。そのことを覚えて、私たちは喜びと感謝を持って主に賛美を捧げ、あなたの生ける御言葉に耳を傾けていきます。どうか今朝の礼拝、最初から最後まで聖霊様ご自身がお一人お一人に臨んでくださって、主を慰め、励まし、また強めてくださるように心からお願いいたします。メッセージを語ります、牧者のうちにもあなたの油を注いでくださって、ロマ書の中からあなたの御心を私たちに解き明かしてくださるように、主をあなたが大いに用いてくださるようお願いいたします。神様、今朝の礼拝、最初から最後まであなたご自身の豊かなる霊が主を本当に行き巡ってくださって、あなただけが褒め称えられますように、イエス様のお名前だけが賛美させられますように、主よ、お一人お一人のうちに主を望んでください。主よ、これらのことを心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では賛美を持って主を礼拝していきたいと思います。イエス様の十字架を見上げてですね、そんな私を愛し、こんな私のために命を捨ててくださったこの方によって自分は生きるんだ、これは神の義っていうんですね、信仰による義っていうんです。だから皆さん、どうぞ間違えないでください。私たちが自分を見て、何やってんだ自分って落ち込んでるとしたら、信仰の義に立ってないですね、自己義に立ってるんです。でもそんなに惨めな自分を見て、こんな私が愛されてる、救われてる、聖霊が与えられてる、主を感謝しますって言ったら、皆さん神の義に立ってるんですね。だから神の義を、この特に受難節の中でですね、皆さん求めていきたいと思います。で、今日はまたこのウクライナのことを祈りたいんですけれども、ウクライナから120万とも200万とも300万ともやられる方々がですね、周辺の、国々に避難しています。で、前回はそのうちのいくつかの国のために乗りましたけれども、今日はですね、2つの国の、ために乗りたいんですね。で、1つはここにモルドバという国があります。もう1つはルーマニア、皆さんルーマニアという国聞いたことがありますよね。次移してください。モルドバ、ちょっと状況を読みますね。難民が直面する困難な状況のために祈ってください。ウクライナからモルドバに30万人以上の難民が入ってきています。ほとんどは女性、子供であり、18歳から60歳の男性は
ウクライナを離れることが許可されていません。難民をできるだけ多く受け入れるように教会に働きかけています。人々にはストレスがあり、心情的にも影響を受けています。ある人たちは医師の指導や入院が必要です。国境の近くにある教会は難民が国境を越えてきたらすぐに食べ物と移動手段と宿泊場所を提供しています。多くの人たちが愛を持って必要な人たちをケアしているのを見て私たちはとても感動しています。まあ、これがモルドバの状況ですね。次を、ルーマニアですね。このリダカの課題ですけれども、ルーマニアある全教団は難民のための住む場所の提供ができるよう手配しています。このような動員は私たちの歴史上なかったことなのですが、熱い祈りを持って取り組む必要があります。病人や傷ついた人たちが適切な医療ケアを受けられていない。この悲劇のために健康、家族、財産を失った人々の精神的および肉体的な癒しのため、逃げることを余儀なくされた難民が主の霊によって励まされ、その旅路が守られ、再び家族と喜びの再会を遂げることができるようにお祈りください。これがモルドバとルーマニアのちょっと今の状況ですよね。それを踏まえて御言葉を一緒に読みましょう。3、はい。これら私は神だ、私の手から救い出せるものはなく、私がことを行えば誰がそれを教えよう。アメン。プーチンさんとかロシアがどんな力を持っていてもですね、儚い人間に過ぎないわけです。主がこの全地の王です。支配者ですね。そして主がことをなされば誰もそれをとどめることができない。そのことを踏まえて3つのこと。1つ、ウクライナからの避難民が主によって守られ、それぞれの避難国で助け援助を受けることができるようになりましょう。2つ目は、神がロシアとウクライナの紛争に終止符を打ってくださるように、そして、まあ、今コロナとか紛争、自然災害、経済不況の中ですけれども、だからこそ世の光である教会は聖霊に満たされてこの福音が前進していくようにですね、祈りたいと思いますね。じゃあ BGM 流していただいてご一緒に祈っていきましょう。お父様ありがとうございます。神様、その方の思いがあります。つらいです。でも主、あなたが神です。あなたがどうぞ望んでください。どうぞ神様、避難民の人たち、それを受け入れる主は神様のためにも守ってください。旅路が守る、また神様が医療や食べ物、また寝ることを備えてください。この必要があります。あまりにも悪いです。神様、教会が中心になっていますが、教会を助けてください。導いてください。そしてこの中にも主、あなたの福音が前進して、聖霊にも入ってほしい。神様、神様、特別な神様、神様、神様があるように、神様、今この世の中に行ってきて、今の神様、祈り、聖霊に流され、この時こそ、福音を述べされて、隣にいるように、助けてください。イエス様、代表して藤原さん。愛する天のお父様、尊い主の御名によって祈れる幸いをありがとうございます。あなたはこのウクライナとロシアの戦い、本当にご存知です。そしてウクライナから多くの難民たちが神様保護に助けを求めています。どうぞ本当にこの世界の国々が一つとなって、助けることができるように、この小さいものにしたのは私にしたことだと言われました。どうぞ彼らの必要のために住むべき場所を、食料、水、そして医療の必要を主が備えていただきますように。そしてこれから新たにこの困難の中にあって主の御国の拡大を多くの人々に見ることができますように、福音の拡大を本当に私たちは期待しております。どうぞウクライナからの避難民たちが主にあって守られ、それぞれが避難国で援助を受けることができますように。神がロシアとウクライナの紛争に終止符を打たれるように、私たちは神様が言われたことである、やめよ、戦いをやめと、その御言葉を祈りますから、プーチン
人材交流の心も主の御手の中にあります。どうぞ王の心を変えてくださる主の最善にお願いいたします。どうぞコロナとコロナとまた自然災害大変な経済危機を世界的にいろいろな困難が災難が続いておりますけれども、それでも主にある私たちいつも主にある十字架の希望を見上げ全地万物を支配し全てのことが神の御手の中にあることを覚え、この困難をも生きとしてくださる神様に信頼していきます。どうぞ教会がロシアの教会もウクライナの教会も全世界の教会も私たちも一つとなって神の御心を祈り続けることができますように、この祈り皆の祈りに合わせて感謝して主にお祈りしてイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。続けて私たちの愛する秋田のためになりますけど、今日はですね小坂町ですね、今人口5000人を切ってますけれども、これまで祈ってきました福音が伝えられてきました歴史の中でリバイバルがあった町ですけれども、神様はどうぞその福音の種が芽を出してまた家庭集会みたいなのを持ちたいなと思ってます。そしてまた神様がこの春ですね、転勤してくる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、クリスチャンの方がいらっしゃるならば家族が導かれてくるように祈りましょう。また細越町長さんをはじめ村のリーダー、神の知恵と助けが与えられるようにまた BGM をかけていただきたい。ご一緒になりましょう。北野お父様ありがとうございます。本当に小坂町を愛します。この機会を持ちたい。福井の種の巻き神様を助けてください。主は良いお方ですよ、ね、あなたの思った通り願った通りにはいかないかもしれません、ね、でもそれをはるかに超えた良いお方ですね。この賛美捧げていきましょう。教会で子供たちの声をやってるってのは嬉しいですね。地域とかでもね、だんだんこう人口が減っていく、でも小学校があって地域全体で小学校の運動会盛り上がりますね。楽しいですね。でも学校学校を並行して地域から子供たちがいなくなるとね、なんか本当に寂しいっていう感じがします。皆さんいかがですかね。ご近所もね、子供たちが登校する姿を見るとなんかこうほっこりするでしょ。でおはようございますと声かけてね、おはようなんて言われると、あ生きててよかったみたいなね、子供たちに励まされるんです。教会も一緒ですよ。どんどん教会高齢化してね、まずいですよね。でもそこにやっぱりちっちゃい子たちの声がね、聞こえたら天使の声なんですからね。そのどんどん若い、カップル導かれてね、クリスチャンホームがたくさん子供を生み出していただいてですね、子供であふれるそんな教会素敵だなと思いますね。ロマ書いよいよ最終章16章に入りました。本当は今日で終わっちゃおうかなと思いましたけれども、2回に分けて16章を見ていきたいと思います。いつものようにですね、私と皆さんで交互に御言葉を読んでいきます。私たちの姉妹でテンクレアにある教会のオフィシャルであるフィベをあなた方に推薦します。どうか聖徒にふさわしく主にあって彼女を歓迎し、あなた方の助けが必要であれば、どんなことでも助けてあげてください。彼女は多くの人々の支援者で、私自身の支援者でもあるのです。キリストイエスにある私の同労者プリスカとアキラによろしく伝えてください。二人は私の命を救うために自分の命を危険に
晒してくれました。彼らは私だけでなく日本人の全ての教会も感謝しています。また彼らの家の教会によろしく伝えてください。キリストに捧げられたアジアの初穂である私の愛するエパイナとによろしく。私の同胞で私と共に報告されたアンドロニコとユニアによろしく。二人は人たちの間でよく知られており、また私より先にキリストにあるものとなりました。主にあって私の愛するアンブリアドによろしく。ご一緒に。キリストにある私たちの同労者ウルバノと私の愛するスタキスによろしく。アメン。たくさんの人の名前が出てくるわけですけれども、この16章を見るとですね、当時パウロと関わりのあった、教会の兄弟姉妹、様子を知ることができるんです。16章いらないんじゃない、じゃなくてその当時の状況を知り、またパウロがどれだけ多くの方々と関わりを持ち、彼の働きが支えられていたかということを知ることができます。伝道者の書に有名な御言葉があります。ちょっと読んでみましょうか。3回一人なら打ち負かされても、二人なら打ち迎える、水寄りの糸は簡単には切れない。これよく結婚式のおすすめで使うところですよね。新郎新婦、これから二人で心合わせていきますよ。でも二人じゃない、三つ寄りですから、そこにイエス様が一緒に入ってくださって家庭を築き上げていく、そんなメッセージをよくしますけれども、これは私たち教会に対しても言えるんですね。実は信仰生活、宣教の働きというのは一人で行うものではありません。イエス様を信じたから、私は私なりに他の人とは関わらず自由にやっていくんだ、これはあまりにも自己中心的な考えですね。一人じゃなくて私たちには助けが必要なんです。アメン。教会が必要なんです。でも私と教会だけではない、そこには教会の頭であるイエス様が一緒にいてくださって、力強い神の国の働きができるんですね。日本人だとこの三つ寄りの糸よりも三本の矢の方が分かりやすい。でも若い人にはさっぱり分からないかもしれませんね。なんかいい若い人の例えがあったら教えてください。はい、さあ最初にパウロが名前を挙げたのはフィベという女性なんですね。この女性をまだパウロが行ったことがないローマ教会に推薦をしているんです。じゃあこのフィベさんってどんな女性でしょうか。ちょっと見ていただくと、このコリント教会のすぐそばにですね、ケンクレア教会、いわゆるコリント教会との姉妹関係にあった教会ですよね。そこの女羊という働きをしていました。この教会はだいたい15キロぐらい、離れた東の港町にある教会です。で、羊っていうとみんな何を思い出しますか。昔だと黒羊ですね。なんか大富豪の家でなんかご主人様のあらゆることをですね、代わりに担う、そんなイメージがありますけど、でそうじゃないということですよね。いわゆる教会の、リーダー、この他に長老とか今でいうと牧師ですよね。そして羊という、教会の、リーダーとしての働きをしていく人ですけれども、主にですね、女性の場合は教会の中で病気の人、貧しい人助けます。あと新しくクリスチャンになった人を育てていったり、いわゆる長老、牧会の手伝いをいたします。でどんな形か分かりませんけれども、このフィベさんはこのケンクレアの教会、多くの人を助けたんですね。そしてパウロもこの人のお世話になったと、考えることができます。でこの助けるっていう言葉、言語で見るとですね、どうも法律用語を使っている。だからもしかしたら弁護士的な働きで人々を
助けたのかもしれません。あるいは港町ですから、いろいろ貿易、女性でこう事業をしてですね、そういう働きをしていたとも考えられる、まあ、そういう女性です。見えますかね。パウロがこのコリントの教会に手紙を書いたときは、このローマに手紙を書いたときはこのコリントっていうところにいたんですね。で、この15キロぐらい離れたケンクレアも、実はヒデさんは、まあ、リーダー、女執事だった。で、何かの理由で、もしかしたらビジネス、あるいは何かの用事でこのローマにちょうど行くことになっていたんでしょうね。それでパウロは彼女にこの大事な大事な手紙をですね、託したっていうことなんです。御言葉、これ一緒に読みましょうか。3、はい。どうか聖母にふさわしく主にあって彼女を歓迎し、あなた方の助けが必要であれば、どんなことでも助けてあげてください。彼女は多くの人々の支援者で、私自身の支援者でもあるのです。多くの人たちの支援者、私自身の支援者って言いますから、経済的な力を持って、まあ、献金し支えていたのかもしれませんよね。で、なんでこんなことを書くんでしょうか。一つはですね、この時代にあって男性ではなく女性であったっていうことですね。あるいはこのローマ教会にとっては誰この人、面識がないわけです。だから当然この手紙を持っていっても、お前誰だっていうことになりますから、あえてパウロがこの人はということで推薦しているんですね。そして、本当にこう生徒にふさわしい仕方で歓迎する、信仰の友として温かく迎える、またローマにいる間は彼女を助けてあげてほしい、そういう思いで、ね、この、手紙の最後にですね、書いてるということなんです。さあ、羊っていう言葉が出てきましたから、羊ってどんな人？これを見ると、ヒュエさんがまたどういう人であったかも知ることができるんですね。当時はですね、12使徒が欠けたときは、くじで決めたんです。ただし、条件がありました。イエス様と共に生活をし、そして十字架と復活の証人である。でもこの羊の場合はですね、結構細かく規定をパウロはつけています。ちょっと一緒に読みましょうか。3、はい。同じように羊たちも品位があり、二枚舌を使わず、大酒飲みでなく、不正な利を求めず、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人でなければなりません。この人たちもまず審査を受けさせなさい。そして非難される点がなければ羊として使えさせなさい。ここもですね。じゃあ3、はい。この奉仕に就く女の人も同じように品位があり、人を中傷するものでなく、自分を制し、すべてに忠実な人でなければなりません。羊は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりません。羊として立派に仕えた人は、良い地方を占め、またキリストイエスを信じる信仰について、強い確信を持つことができるのです。すごいでしょ、皆さん。こういう条件を満たしている人が教会のリーダー、羊、また女性の場合の羊となるんだっていうんですね。すごい条件をクリアした人なんです。今ですとね、聖書学校を出ればなんか牧師として手を置いて安守礼して牧師として使わされます。それでいいんでしょうかなんてねもしこの調和はもっとね、これより厳しいんですね。見ていくと、この規定でもし私が進学校を出た時にもし照らし合わされたら、ブーってなってですね、多分牧師できてなかったんじゃないかなってこう思うぐらいですから、当時この初代教会っていうかね、教会の中でどんどん人が救われていく中で、
実はリーダーとなる人はそれだけの品性とかまた評判とかあるいはこの人格的なもの信仰的なもの非常にそれが高いものを求められたということですね。私たちもそのようなところを目指していきたい今更とか言って私たちの教会もですねこれからどんどん人が増えてあの家の教会とかねいろいろ増えていったときにまあ聖書番号出てるからいいんじゃないじゃなくてこういう聖書の規定で見ていくということがすごく大事なことだと思うんですね。そういう人がなんと、パウロを支えていたということです。さあこの後にですねまあ主にある望王者つまりパウロ先生がこれまで3回ですねこの異邦人の地に伝道しに行っていますけれどもそこで出会ったそしてただ出会ったっていうだけではなくてパウロと苦楽を共にしたそういう、兄弟姉妹たちがいるわけですよね。でそういう人たちがどういうわけかこの手紙を書いた時にはどうもローマに、このここでは24人の名前が挙がってますからね24人の人たちはそのローマにいてその教会の働きをしていたということなんです。でこれを順番に見ていきたいと思いますね。これ一緒に見ましょうか。3回キリストイエスにある私の同僚者プリスカとアキラ。そこまでですね。最初に名前を出したのが私の同僚者プリスカとアキラ。これ夫婦なんです。でプリスカっていうのはあの何ですかね、まあ、あの短いあだ名なんでしょうかね。プリスキラと言いますね。プリスキラ、ね、そしてこれ2017ではアキラとなってますけど、プリスカとアクラでしたかね。アクラですね。ダル先生はですね、プリスキラとアクラでプリクラ夫婦って呼んでましたね。覚えやすいね。2017でアキラになっちゃったんで、クラじゃないけどね。前はプリスキラとアクラだったから、プリクラ夫婦ってなんか覚えやすいでしょ。で、普通は大体男性の名前で来るんですよ。でもこれは、プリスカが奥さんなんです。奥さん先。そしてアキラが旦那。どういうことなんでしょうね。カカア天下ってなって、まあ実はねこのパウロの手紙に6回もこのご夫婦の名前が出てくるんですね。だからどれだけパウロのことを助け、パウロにとっては信頼できる夫婦であったかということがわかります。ここでこの奥さんの名前が先に出てるっていうことは、もしかしたら奥さんがこの前に立つ。目立つね、ご奉仕をしていたかもしれません。そういう夫婦ってありますよね。大概は男性が出て、この奥様がこの後ろの方でお祈りをしていたりですね、お世話をする。でも、ある教会では、奥さんの方がパワフルなメッセージをしてですね、ミニストリーをして、ご主人が割とおとなしめで、後ろでお祈りをしているっていう夫婦もやっぱりいるわけです。だからもしかしたらそういう、チーム、夫婦だったかもしれません。でこれ地図を見ていくと分かるんですけれども、こっちで 見た方がいいかな。はい、あよし、こっちを見た方がいいと思いますけれども、この夫婦はですね、このポントっていうところでどうも生まれたユダヤ人なんですね。このプリキラ夫婦はですねプリクラ夫婦はで、彼らはその後ローマに行くんです。でローマでこのクリスチャンとしての働きをしますけれども、皇帝の時に勅令が出るんですね。それはローマにいるユダヤ人はみんなローマから出ていけという勅令が出ちゃうんで、しょうがなくてですね、ここから追放されていくわけですけど、このコリントでパウロ先生と出会うんですね。まあ、その出会いについては今見ていきますけれども、はい、じゃあ赤線のところを読みましょうか。3、はい、パウロはアテネを去ってコリントに行った。
そこでポントス生まれでアキラという名のユダヤ人と彼の妻プリスキラに出会った。最近イタリアから来ていた。自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りって書いてますね。だからパウロがちょうどアテネを去ってコリントに行った時に、さっき言った、ポントス生まれ の, あのユダヤ人夫婦、このプリクラ夫婦に会ったわけですよね。で、彼らも実は最近イタリアから、つまりローマからこの皇帝に追放されて、その中のユダヤ人として来ていた。そこで出会ったんです。で、なんとこのプリクラ夫婦はですね、ちゃんと手に職を持っていた。それは天幕作りというものですね。いわゆる住まいを作る。当時は、川とかですね、毛皮を用いて、それで、簡単な住居を作るわけですけれども、そういう技術を持ってますから、いろいろ移動してもですね、そこで仕事ができるわけです。で、なんとパウロ先生も、彼はもともとパリサイ人でした。で、当時このユダヤにおいて、この祭司階級の人が、サドカイ人という人が多かったんですけれども、このパリサイ人っていうのは中流階級の人が多くて、で、手に職を持っていたわけなんですよね。そして主の働きをしていたんですけど、パウロ先生もなんと天幕作りの仕事をしていたんです。で、そういうことできっと話があったんでしょうね。で、パウロはこの第2回目の伝道旅行で、まあ、いわゆる開拓伝道をしていこうとした。そしたらこのプリクラ夫婦と会ってですね、そうか、天幕作りもういいじゃないか、じゃあ俺も一緒にさせてくれよっつってですね、この生活のためにこのプリクラ夫婦と一緒にこの天幕作りをして、そこでの生活費を稼いでですね、そして安息日にはパウロはユダヤ教の街道に行って、そこでメッセージをしていった。こういう流れなわけです。大丈夫？なんとなく分かりますかね。さらにですね、このパウロがエペソに行くときに、このプリクラ夫婦も一緒に行ったということなんですね。だからパウロの伝道に、そうだ、私たちもあなたのその選挙を手伝いたいと言って同行したということがわかります。はい、ということで、今見たこのここであってですね、エペソまで一緒に行ったんですね。で、その後見ていきますと、なんと、さっきのエペソでね、アポロという非常に雄弁なユダヤ人が来たんですね。彼は話がうまかったんですよ。そして力強かったんです。そしてイエス様のことを話していたんですけれども、どうもこのプリクラ夫婦からすると、大事なところがちょっと足りないなで、よく話を聞いてみると、あのバプテスマのヨハネ、彼 の, この洗礼しか受けてない、そのことしかよく知らなかった。あ、これはもっと神の道について、真理について教えてあげた方がいいって、このプリクラ夫婦がもっとイエス様のことや聖霊について教えたんでしょう。そしたら彼はもっと聖霊に満たされてですね、もっと大胆に素晴らしい福音を語り、人々を導くようになるんですね。だからこのプリクラ夫婦はまさに人々をキリストの弟子、さらに信仰を育てることができる素晴らしい人だったっていう。はい、でその後どうもこのパウロと別れて、彼らはこのローマに行ったようですね。でそこでどうも家の教会をどんどん彼らは開拓していくんですね。そしてその後、見ていくと、もう一度ですね、エペソに行っているということが、ここで分かります。ちょっと読みますね。56年に書かれたこのローマ書16章では、コリントにいたパウロがローマにいたプリスカ夫婦に挨拶を送っています。
彼らはローマ帝国のあちこちの町を移住しながら伝道していたようです。ローマでも家庭集会を開いていました。パウロの最後の手紙は67年頃ローマの獄中からエペソにいたテモテ宛てに書かれました。そこにもプリスカ夫婦が登場します。ね、彼は伝道のためっていうか、囚人としてローマに護送されるんですけれども、その獄中で書いた手紙、テモテに宛てた手紙の中にプリスカとアキラによろしくって書いてますから、この時またこのプリクラ夫婦はですね、エペソに、行っていたということを知ることができます。読みますね。このようにパウロの第二次伝道旅行からその殉教まで長い間パウロの活動を支えてきたのがプリスクラ夫婦でした。彼らの職業柄自由に移動してパウロの働きを間接的に助けたようです。行くところどこででも証しをしました。良き職業人としての活動、伝道者への助け、国際的視野はパウロの伝道に大きな貢献をしました。アーメン。ただ彼らはいわゆる自分の手に職を持ちながら、そしていろいろなところを回って、そこでどんどん教会を開拓していく。今もそのような働きをしている人たちがいます。牧師として一つの教会、牧師として何か働きをするんじゃなくて、例えばビジネスマンとして、ある人はお医者さんとして、ある人は教師として、ある人はパソコンのプログラマーとして、まあある人は他のことかもしれませんけど、自分の仕事を持ちながらですね、そしてそこで証しをし、教会をどんどん生み出していく。特にこのイスラム国とかですね、あるいは中国とか共産圏みたいなところでは牧師や宣教師としては入れませんので、そのような一般の仕事をしながら伝道していく、そういう人がとても多くいます。皆さんいいじゃないですか、ね、では皆さん、いや私は主の働きをしなきゃならない、そのためには進学校に行って4年間勉強して訓練を受けてって、もう世の終わりしちゃいます。皆さんが今主婦なら主婦として、学生なら学生として、会社員なら会社員として仕事をしながら、そこでイエス様のことを証しし、人々を助け、教会をサポートしていく。皆さん、これが初代教会のやり方だったんですね。はい、他にも名前が出てきます。今日9節までなので24人全部は出ませんけれども、エパイネトという人が出てきますね。ここにキリストに捧げられたアジアの初歩である私の愛するエパイネトによろしく、ね、パウロが愛を注いだ人、そしてアジア、まあ、アジアっていうとですね、今私たちが考えているアジアではなくて、エペソを中心とする地方、まあ、今のトルコ西側です。この多分エペソ教会の第1号の受洗者であった、そしてしばらくしてローマに移住したと思われます。やっぱり開拓伝道してですね、一番最初に救われた人、洗礼を授けた人ってものすごくこう記憶に残ってますよね。だからパウロにとっては本当に愛すべき人だったと思います。2人目がマリア、ね、当時マリアっていう名前ゴロゴロしてましたけれども、マリアさん、ここにあなた方のために非常にロークしたマリアによろしく、つまりローマの教会の兄弟姉妹のためにロークじゃなくて非常にロークしたって書いてますね。どんな苦労したのか分かりません。神様だけはご存知でしょうね。でも多くの教会の兄弟姉妹たちに仕えたのかもしれませんね。あるいは仕えても誤解されることがあります。人々から抽象されたりすることもあります。もしかしたらそういう苦しみも通りながらですね、教会に仕えた、そういう女性。3人目、名前呼びましょうか。3、はい、アンドロニコとユニアス、ね、ここでこの2人は人たちによく知られてるって書いてますね。
私より先にキリストにあるものとなったと書いてあります。どういうことでしょう。実はですね、この2人は、ユダヤ人でパウロと一緒に信仰のゆえに牢屋に入れられた経験があるんですね。そしてパウロより先にクリスチャンになったということですから、あのペンテコステから2年も3年も経たないうちに救われた。そして人たちによく知られているというのはこの エルサレム教会によって本当に良い働きをしたんだと思いますけれど、皆さん一緒に刑務所に入った経験ってありますか？ね、私違う意味でそういう人たちとですね、よくしょっちゅう会うんですけれども、ああお前もあそこにいたのか、俺もあの刑務所にいたよって言うとね、なんか意気投合するんですよ。悪いことで入ってるんですよ。で、網走あったよなとかね、あのどこどこは飯が良かったなとか、あの感触覚えてるかとか、なんか妙にですね、一致が与えられて、こうなんか苦楽を共にしたような、まあ、自業自得だと思いますけれども、でもパウロの場合は信仰のゆえにですね、このアンドロニコとユニアスと共にそこでキリストにある苦しみを受けます。本当にそれはパウロにとって大きな励ましだったと思うんですね。私たちもこれから迫害の時代、ね、迫害によって一緒に刑務所に入るかもしれません。その時は喜びましょう。他にですね、3人の名前が出てきます。アンプリアとルーバのスタキス。アンプリアとこれも主、あ、これじゃなくてこの方もですね、主がにあってパウロが愛した兄弟。ウルバノはキリストにあってパウロの同職。なんかウルバノって都会育ちっていう意味があるんだそうですね。スタキス、パウロが愛した、まあ、名前がこうやって出てきます。どういうことかというとですね、パウロの宣教の働きはパウロが一人でやったんじゃないってことなんです。アメン。あの偉大なパウロ、数々の啓示、賜物、癒しを行い、悪霊を追い出し、奇跡を行い、死人も蘇らせたあのパウロが一人でやったんじゃないんです。多くの主にある兄弟姉妹たちに支えられていた。実はパウロ自身も教会から使わされていましたよね。そしてそこで多くの兄弟姉妹たちが祈り支援していたでしょう。同じようにこの教会の働きも、あるいはさまざまな宣教、国内国外の働きも、私や皆さん一人一人の協力が必要だということです。アーメン。私関係ないもん、大館にいるし、ね、ロシア行ったことないし、ウクライナわからない、そうじゃないですよ皆さん。あるいはこの教会の働きも、まあ、日曜日だけ来ればいい、私何もできないし、じゃないんです。私たちはイエス様を信じた時からイエス様の体の一部とされました。アーメン。さあこれ大事なんですよ。教会ってこの単なる緑の牧場教会っていう小さな群れではない、キリストの体という大きな教会の中に私や皆さんも組み込まれてるんです。これ組み込まれてなかったら救われてないんですよ。いいですか。イエス様信じたってことはそこに入ってるんです。皆さん勘違いしないでください。あなたイエス様利用するんですか。イエス様の時代も多くの群衆はイエス様を利用したんです、ね、イエス様が5つのパンと2匹の魚、奇跡を行う、いいじゃないか、この人が王となりゃ食うものも困らない、つまりご利益的な考え、困った時の神頼み、自分の利益のためにイエス様を使おうとした。残念ながら今日も教会に多くの方が来ますけれども、イエス様を利用するんです。悪い言葉だと。問題があるからイエスにすがれば解決するだろう。
イエスの名によってお金持ちになる、ビジネスが成功する、問題が解決する、自分がより良くなれる。でも問題がなければ、必要がなければ気にしないんです。イエス様はそういう人たちを群衆と呼んでいます。でもその中でイエス様を利用じゃなくて、イエス様を主として仕えていたのが弟子たちです。アメン。私たちはキリストの弟子なんです。私たちはこの主のために、また主の体である教会と宣教のために、チームとして皆さん何をしますか。したいでしょ、何か。あれ何かしたいでしょ、皆さん。したいですよ。私たち受けるだけだったらね、まあ言ったように司会のようになってしまう。で今日はですね、その中のちょっと一つ、ちょうど4月だ、来週から新年度になりますので、生徒たちを支える奉仕、献金ということについてちょっと触れたいと思います。御言葉を読みましょう。3、はい。さて、兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは、苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て、惜しみなく施す富となりました。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しました、ね。これどういうこと言ってるんでしょう。ここに生徒たちを支える奉仕って書いてあるんですけれど、文脈を読んでいきますと、これは一言で言うと、教会を支える、また貧しい、また困窮しているこの、ね、教会を支えていく、特にエルサレムね、ユダヤ教会を支えていく献金であるってことが分かるんですね。でどういう人が捧げていたかっていうと、いわゆる異邦人教会ですね。マケドニアの 教会です。で彼らは本当に神様の救いの恵みにあふれていたんです。だけど貧しかったんです。また信仰のゆえに迫害や苦しみや試練、大変な状況の中にあったんです。でも恵まれて神様の愛のゆえに、私たちも困っている、大変だけど、このエルサレムの教会のユダヤ人たち助けたいなって、もう自分ができること少ないけど、もうこれ支えたい、私たちも生徒を支えるその恵みに預からせてよってですね、パウロに託したんです。皆さん、私たちね、順番間違えてはいけないんですよ。例えばこの箇所を皆さんに見せてね、皆さん、貧しい人でも当時捧げたんですよ、あなたもっと捧げるべきです、アメン、アレルヤーって言ってですね、じゃあよく正解だよね、今紙配りますから、そこにあなたが今捧げられる献金の額書いてくださいどうですか皆さん、これプレッシャーって言うんですよね、圧力です。でもこのマケドニアの教会はそんなんじゃないんですよ。もう神様の愛と恵みに感動してたんです。そこから捧げたんです。皆さんね、私たちがこの人生の中で大事なものって何ですか。お金ですよ。そうでしょ。だから人はお金のために命を懸けます。だから私たちが神様の前に自分を捧げるということの一つが、実は神様に献金をするということなんですね。でもイエス様の見方は金額じゃないです。いいですか。エルサレムの神殿でね、金持ちたちが大金を投げ入れてました。貧しいヤモメがレプタどうか、今で言ったら20円みたいなもんですよね。
そしたらその人が一番捧げたって言ったんです。何を見てるんですか？心を見てるんです。ですから献金と私たちの心ってね、つながってるんですよ。で、私たちは考えます。いや、今問題がたくさんある、自分も大変、こんな献金なんかできるか、いつかお金持ちになったらする。残念ながらね、そういう人はお金持ちになっても献金しないんです。今私たちの中にイエス様への感動、救いへの感謝があったらね、これ捧げたいと思うんですよ。でももしそういう心がないとしたら、イエス様のへの救いの感動が経験していないか、イエス様の十字架の愛と恵みを私たちはあまりにも知らなすぎるんだと思います。だからそうであれば、私たちはもっとですね、イエス様、あなたの十字架の愛、私のために命を捧げ、救い、支えてくださるあなたの愛に感動させてくださいと祈ってください。その感動を持って、あなたのできる範囲の中で捧げたいと、それを捧げるなら、それは素晴らしい恵みです。アメン。単なる勢いとかですね、単なる罪悪感あるでしょ、言われると、あ、そっか、この頃捧げてないしまずいかなとか思ってですね、なんかとりあえず勢いでやっちゃう場合があるの。そんなのはね、そんなのは言っちゃいけないけど、神様の前にそれは自己儀だろって、あんまり嬉しくないなって言うんですよ。だからそういうプレッシャーや、なんか自分を取り繕うためではなくてですね、皆さん、もう一度基本に帰ろうじゃありませんか。本当に救われた喜びです。そしてその中で感謝を持って、自分の持ってる中から、それはそれぞれの信仰に応じて捧げていくということをですね、私たち皆さん学びたいんです。アメン。これからもっともっと経済的に、またこの社会状況というのは悪くなると思います。そして私たちも小さい時にですね、どうですか、きちんとお金の管理って家庭の中で教えられましたか。お小遣いをもらって、このお小遣いの中でやりくりするんだよ。そういう子はですね、大きくなってもきちんとお金の管理ができるんです。でも私のように一人っ子でね、あんまりそういう教育を受けてないとですね、なんかあるもん全部使ってるみたいなところがあるんでね、結婚してずいぶん鍛えられました。で、教会に行って10分の1献金を捧げる、そしてもらったお給料の中から、そこから献金をしていく、そして残りの中で自分の生活を整えていくということは、このクリスチャンになってから私のそういう部分を非常に神様訓練してくれています。アメン。そしてその中で何を経験するんですか。神様への感謝、また生徒として支える奉仕の恵みを体験します。少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取る。神様はね、巻くもの、捧げるものを貧しくすることは絶対ないんです。私のこれまでの経験上、一度も捧げて貧しくなったことはありません。もちろん生活が苦しい時期、大変な時期というのはあったけれど、今振り返ったらいつも神様が支えてくださって、捧げた何十倍も経済的に、また霊的に、あらゆることで祝福をしてくださった。アメン。だから皆さん、そのことを経験してほしいです。神様に捧げていくことの恵み、それは皆さんの信仰とものすごく関係あるんですね。だからそのことをぜひ学んでいってほしいと思いますね。そういう中で特に宣教への献金ということなんですね。パウロもこの伝道していく中で、先ほど挙げた兄弟姉妹たちは、道路者としての働きだけじゃなくて、彼の生活、また彼の宣教の働きを捧げていったんです。で、これまで本当に皆さんの愛と献金によって、この3つの宣教のために、毎月捧げて、この1年間捧げてきました。1つは中国宣教です、ね、
そして、まあ、イスラエル選挙、どちらかというと支援です。また神田先生が、いろんな働きをなさってたので、ある時期から神田先生個人に進めていました。知ってほしいんですけれども、皆さん、あの中国、習近平国家主席ですけれども、この方は独裁者です。そして、どんどんその色合いが濃くなっているんですね。まあ、このコロナの前後でもそのことがよくわかりますよね。武漢から出たけど、それを否定する。それが出た前からですね、世界中からそれを医療的なもの全部買い漁るとかですね、あるいは途上国にお金どんどん出して自分たちの縄につけるとか、だからこの国際社会でも力を持っています。そういう中で宗教に対してどんどん条例を作って弾圧してるんですね。今中国では、共に集まることが難しいです。あるいはネットを使って、ネット礼拝ができないんです。なんで全部規制されてるんですね。でそれがもっと強くなって、でこういう状況の中でそれでも中国の教会はリバイバルしてるんですね。もう多くの人が救われている。であのみのりさん、そういう状況をね、中国に行って見てきたと思うんですけれども、この受け皿になっているのが命の水計画と言いますけれども、ここから今まで毎年その中国に聖書を持って行ったりですね、励ましを与え献金をしていました。このコロナで行けないんですけれども、だから私たちですね、この命の水計画を通して中国の兄弟姉妹たちを支える恵みに預かりたいと思いませんか。アーメン。まあ、一つはイスラエルですね。イスラエルは神が選んだ国です。ユダヤ人は神の選民です。エルサレムは神が私が住むと決めた唯一の町なんです。昨日も今日もこれからも変わらないんです。なんで神が決めたんです。そしてこの週末、このイスラエルにおいて予言がどんどん成就していきます。予言の通り、今世界中からこの国にユダヤ人が戻ってきているんですね。ところがですね、四国ぐらいの小さな国にどんどん人口が増えていくと何が起こるんでしょうか。実はこの去年ですけれども、インフレ率が過去10年最高記録をした、まあこの着るものや住宅、家具、家庭用品、食品、どん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 高くなってですね、特に住宅が 10.6%、ね、2019年1月以降は 18% 上昇している。だからイスラエルで何か奉仕をしたい、エルサレムに住もうと思うとですね、家賃が高すぎてとてもじゃないけど住まうことができないぐらい。あのマクドナルド、娘が言ったんですけど、マクドナルドが2000円ぐらいしてましたね、普通に。こっちだと600円ぐらいでしょ。2000円ぐらいするとか言って、マック食べないとか言ってましたね。高いんですね。そしてこの特にパンデミックの後に貧富の格差が広がって、貧困世帯国民の4分の1だって。せっかく約束の地イスラエルに来てもですね、言葉の問題がある、仕事がない、生活ができない、そういう中で本当に苦しんでる。特にもう極度の貧困家庭 30万世帯があるんですね。またこのロシア・ウクライナの戦争を通して影響を受けるでしょうね。皆さん、私たちはこの中でたくさんの支援があるんですけれど、教会としてはいわゆる足長おじさんになってこの里子というか支援をしています。あるいはこの移民家族を支援しています。皆さん、こういう形でも神の先人ユダヤ人を支える恵みに預かることができます。アーメン。そしてもう一つです。今まで神田先生個人の働きをしてきました。で、あ、そうだ、もうこの3月で一旦、それを終わらせてもらおうと思ってですね、もう長い期間やってました。そしてもっと宣教のために捧げることができないだろうか、オセアニア会でも話しました。で、神田先生にそのことを伝えたら、本当に今まで支援してくれてありがとうという中で、実はウクライナの話が出たんですね。で、どういうことかというと、
神田先生はウクライナのキエフにいる牧師とずっと親交を深めてきたんです。でこの方はですね、ボリス・グレセンコ牧師っていうんですね。この方がグリス先生ですね。このグリス先生なんですけど、ユダヤ人なんです。ユダヤ教のラビで、そして科学者だった。ところがあのチェルノブイリで被爆しちゃったんですね。でそういう中でもう体がどんどん蝕まれていく。朝歯ブラシすると歯茎から血がもう流れていく。そういう状況の中、友達から誘われて初めてキリスト教の集会に行ったそうです、ね。その時にそこの牧師かあるいは教会員の方が、予言をしたんですね。今日この改修の中にこういう症状の人が来ているけれど、神はあなたを癒しました。それを聞いて、ああそうなのかって思って帰ったそうです。ところが次の朝歯ブラシして歯を磨いて、あれ頭皮から血が出てないね、あれってびっくりしちゃった。え、もしかして自分のことという思いだったそうです。そしてエストニアという国に仕事で出張した時にですね、せっかくこの間教会に行ったこともあるし、教会に行ってみよう、教会に行った時にそこで聖霊体験をしたんだそうですね。そしてイエス・キリストが誠の私たちが待ち望んでいたメシアであるということを悟るんです。そして神様からユダヤ人宣教のために立ち上がりなさいってメシを受ける。パウロみたいですね。でも彼はいや、ちょっと神様は無理です、そんなことちょっとできませんと神様と譲歩しながら、でもお家で家庭集会みたいのだったらできますということで、ユダヤ人に宣教していったら、この福島にね、何年か前に、原発のことがあった時に来てくれた時には300人ぐらいだったそうです。でその後神田先生がこの福島の牧師を連れてこのキエフに行った時にはなんと3000人の群れになって、ね、今は5000人の群れになっちゃってる。でその先生のビジョンはユダヤ人だけではなくて、ユダヤ人半分、異邦人半分、ローマ教会みたいですね、こういう教会を立ち上げていきたい。ただし教会としての礼拝堂はいらない。だからいろんな教会を宿借りのようにですね、今日はこっちの教会貸して、明日来週はこっち貸してって場所を借りるんだけど、教会のお金は使わない。その分刑務所から出てきた人たちを支援するための施設のためにお金を使う、貧困者たちを支援するためにお金を使う、そういうことにお金を使い教会が支援している。で今もですね、このキエフって皆さん大変なところですよね。そこから人々を助けるためにとどまっているんですね。で神田先生と連絡してたら、いやまだねカード使うと一口1000ドルまでは送金できるんだよ。でこの牧師のところに送金したら届いた、いつまでこれできるか分かんないけどもっていうことで、これまでトータルでだいたい60万くらいできた。でもね、いつそれができなくなるかっていうのは分かんないですよね。でそれを聞いたので、そっか、私たちもウクライナのために祈ってる。ただ漠然とどこかに送ってもその行方が分かんないじゃないですか。一番良くないのがよくユニセフとかですね、ああいうところが一番良くないんですよ皆さん。なぜかというと、そのお金どこに行ってるんですか。現地にあまり届かないんです。多くの政府高官が天下りしてますからね、そういう人たちのお金になってるということを聞いたことがあります。全部じゃないかもしれない。だから現地にいる皆さん、この人たちを助けたいと思いませんか。そしたらこの1年はまずキエフ、ウクライナのキエフのこの牧師先生、その働きを私たち宣教として助けれるんじゃないかな。でこの4月からこの献金の袋も新しくなります。今日後で礼拝の後に、その献金の袋が相手の方から配られると思いますけれども、世界
選挙の中に中国とイスラエルとウクライナって書いてあります。皆さんがこの1年これに関しては約束献金ですから一口多分100円からだったと思いますね。だから自分はそうだこのために祈ってこのぐらい捧げていこうと決めたらこの1年間そのような形で主にある兄弟姉妹たち宣教を助けることができるんじゃないですか、ね、これは見えるって感じです。どこに行ったか分からないかもしれない。そして、とりあえずですね皆さんに聞いてからというとカード送金できなくなると困るので神田先生にじゃあ、2万円ね、まず教会として捧げさせていただきますって遅れるうちに先に2万円送金させていただきました。で神田先生が届きましたよ、それも送りましたよって言ってくれたのでこの1年間この月々ですね皆さんが捧げられたものをトータルしたものを捧げていきたいと思います。御言葉を読みましょう。はい、誠にあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。アーメン。こういう形でパウロが多くの兄弟姉妹たちの祈りと捧げ物と奉仕によって素晴らしい働きをしたように私たちもこの終わりの時代だからこそ皆さん互いに助け合い協力していきませんか。このような時代だからこそ共に集まり祈り御言葉を学び宣教し捧げていく時です。そうじゃないと一人だと打ち負かされてしまうんです。また悪魔はこの終末の時代教会兄弟姉妹たちの信仰さえ奪おうとしています。一人だと倒れてしまうんです。だからこそ主にある兄弟姉妹たちと一つになって皆さん、ぶれない信仰、先週学びましたよね。そこ一緒に歩んでいきましょう。お祈りします。天のお父様、皆をあがめて賛美いたします。ローマ人への手紙、本当に16章まで来ました。来週で、この最後になりますけれども、でもこの16章の中に、パウロの挨拶とともに、多くの彼を支えてきた、祈ってきた、苦楽を共にしてきた人たちの名前を見るときに、教会っていうのは一人じゃなくて多くの兄弟姉妹たちの支えがあって神様その働きが前進していくことを知ります。この緑の牧場教会も一人の働きではありません。ここにいる兄弟姉妹たちの祈り助けそして献金また宣教そして辛い時も苦しい時も共に励まし合っただからこそ今日この教会があることを感謝いたします。神様ここから悪い時代さらにいろいろなことがあるかもしれません。だからこそ教会がますます一致してキリストの体として聖霊に励まされ兄弟姉妹たちと共に使い合い祈り合い前進していくことができるようにしてください。また一人一人神様経済的な部分神様仕事を失ったりあるいは神様さまざまな困難異業があるでしょう。神様どうぞその経済も助けてあげてください。そしてその経済においても信仰を持って10分の1献金を捧げることまたその他に宣教のために自分ができる範囲で捧げていくことがどんなに祝福であるのかどんなに神様にとって恵みであるのか自分の信仰が励まされ神が生きておられるとその経済の部分においても体験していくことができるようにさせてあげてください。弱さのうちに主が働かれますから励ましを与え一人一人の仕事経済を豊かに恵みで満たしてください。イエス様の皆によって祝福してみます。アーメン。司会でございます。どうぞご起立ください。祝福をします。主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。仰ぎ願わくば主イエスキリストの恵み、主の神の御愛、聖霊の親しき交わりが皆様方一同と共にありますように。アーメン。祝福ありますように。
あなたは私の羊飼い、乏しいことは何もありません。主は憩いの水のほとりに私を導いてくださいます。皆のために私の魂を生き返らせ、あなたの道へと導かれます。たとえ死の影の谷を歩いても、私は恐れません。永遠にあなたが私と共におられるから、おられるから。あなたは私の羊飼い、乏しいことは何もありません。主は憩いの水のほとりに私を導いてくださいます。皆のために私の魂を生き返らせ、あなたの道へと導かれます。たとえ死の影の谷を歩いても私は恐れません。永遠にあなたが私と共におられるから、おられるから。皆のために私の魂を生き返らせ、あなたの道へと導かれます。たとえ死の影